の市長遠藤清様においでいただいておりますので、ご挨拶を頂戴いたします。遠藤様、どうぞよろしくお願いいたします。皆様こんばんは。神奈川県座間市から借り越しました市長の遠藤美京でございます。本日は420年の伝統が誇る須賀川市の晩秋の風物詩イベント松明あかしにお招きをいただきまして、心から感謝を申し上げます。私をはじめ、市の幹部職員、そして今日は座間赤松会という私どもの市民の有志による松明を作って、ぜひこの五郎山で一緒にこのお祭りを、こういう気持ちを持ったグループもお邪魔をさせていただいております。この伝統行事晩秋の風物詩が素晴らしいものになりますように、心からお祈りを申し上げます。ただいま橋本市長さんからご丁寧なご紹介をいただきましたが、平成19年以来交流を続けてまいりました私ども座間市と須賀川市とは、この伝統行事の翌日、明日11月10日に満願かなって国内友好交流都市の締結を結ばせて、締結をさせていただくことになりました。万感の思いでございます。座間市民13万人、そして須賀川市の8万を超える市民の皆さんが一つになり、大きな絆を築き、これからさらに交流を深めてまいりたいというふうに思っております。そうした意味でも、今日この松明あかしが素晴らしいお祭りになりますように、私どもの赤松会ともどもお祈りを申し上げ、ご協力申し上げたいというふうに思います。 3.11 の震災から東北全体が立ち直ろう、復興していこうという、こういうタイミングに私どもを少しでもお役に立ちたいと思っております。どうか今日のお祭りが成功裏に終了しますよ。そしてこの松明と炎がさらに大きな絆を築いていただけますように、心からご期待申し上げまして、ご挨拶といたします。おめでとうございます。